じゃあまあね、一曲知ってますかね。甘い口づけ、
フォークスペースおきどけでマスターをしておられますフォークの伝道師ルカさんをお招きしました。どうぞ今宵はゆっくり、楽しんでください。それではルカさんお願いします。YouTube とかにね、めっちゃいっぱいいましてて、なんか本物みんな聞きたいのにね、なんか僕の動画ばっかり出たりねして、ご迷惑をおかけしたりもしてますが、知り合いほとんどいないんですけど、なんでこんなに集まったのか言うから小麦さんは何を、小麦さんという石橋さんというかじゃあ、今回そんなに、歌う曲ね、選曲にそんなに困ってないっていうのが、石橋さんからリクエスト曲が30曲ぐらい来てるので、これ中心に進めればね、ちゃんとね、思い出も書いてあるんですよ、その曲も。特にのやつには書いてあるんですね。今日は朝8時半ぐらいに広島を立って、何回か休憩して吉間パーキングで展望台からちょっと景色眺めたりしながら、12時半ぐらいにね着いて、石橋家でちょっとお世話になって猫を触ってもしかしたらちょっと一匹人間不信になったかもしれないですちょっと無理やり抱っこでしたらちょっとその後近づいてくれなくなったんで、じゃあまあね、一曲知ってますかね。